今日はトヨタのコンパクト SUV ヤリスクロスを紹介します。今回ですねモデリスタ装着車をお借りすることができたのでヤリスクロスの紹介とモデリスタの用品についての紹介、あとは実燃費とか走行のインプレッションをお伝えしようと思います。ぜひ最後まで見ていってください。皆さんこんにちは、キントの松永です。今日はこちらにありますヤリスクロスのモデリスタ装着車を紹介したいと思います。いや、ヤリスクロス2020年に発売されてもうすでに2回改良を受けています。最新だと2024年の1月に結構大きな改良を受けたんですね。でもちろん皆さんヤリスクロス気になっている方多いかと思います。ぜひ今日はですねこのヤリスクロス全体の紹介と、あとはこれ装着されているモデリスタの用品の紹介と合わせて紹介しようと思うので、まあ、ヤリスクロスを検討していらっしゃる方でちょっと人とは違ったヤリスクロスに乗りたいな、モデリスタみたいなカスタムを検討している方もぜひ最後までご覧ください。今回の試乗車は G グレードです。でガソリン車になっています。なのでこの後実際に走ってきてですね、試乗インプレッションと、あとは実燃費の紹介もしたいと思うのでぜひ最後までご覧ください。では見ていきましょう。はい、ではまず価格とグレードの構成から説明していきたいと思います。はい、こちらですねヤリスクロスは 1.5 リッターのハイブリッドと 1.5 リッターのガソリン、2つのパワートレインが用意されています。価格は190万7000円から315万6000円です。GR スポーツというですね、走りに特化した、グレードも用意されているのが嬉しいポイントですね。で U グレード、表に表示していますけど、こちらはキントのみのグレードなので車両価格は参考価格としていただけたらなと思います。ボディカラーはモノトーンとツートーンの全11色です。で GR スポーツと一番下のグレードである X は、一部カラーが選択できないので、グレード選びの際にはカタログとか見ながらグレード選びをしていただけたらなと思います。はい、サイズを見ていきましょう。表示しているものは Z グレードのサイズです。全幅が 1765mm、全長は 4180mm、全高が 1590mm となります。まあ、トヨタの SUV の中ではライズの次に大きくて、カローラクロスより少し小さいという形ですね。5ナンバーサイズのコンパクトカーと比べてみても、まあ、全高高くて全幅が広いという感じなので室内空間も必然的に広くなります。まあ、なので、まあ、SUV が大好きな方はもちろんなんですけれども、まあ、コンパクトカーではちょっと室内空間とか荷室が物足りないなっていう方は、このヤリスクロスちょうどいいサイズなんじゃないかなと思います。コンパクトながらも、荷室室内空間使いやすい1台として、はい、長く愛せる1台だと思います。2種類のパワートレインの件、エンジンの件詳しく見ていきましょう。はい、2つともですね 1.5 リッターのダイナミックフォースエンジンというですね、非常に高出力と低燃費が両立されているエンジンを搭載しています。ハイブリッドの方は世界トップレベルの低燃費と、まあ、アクセル操作に対する車のレスポンスの良さなど加速力の高さも魅力の一台です。はい、ガソリンの方もですねこのダイナミックフォースエンジンを搭載しているおかげでですね、非常にパワーもありながらいい燃費を記録するというですね、コストパフォーマンスの高いパワートレインになっているので、両方ともいいパワートレインなんですよね。この後ガソリンは詳しく見ていきましょう。はい、ではここからヤリスクロスの内外装を見ていきたいと思います。まず顔面見てください。はい、こちらですね G グレードの顔面なんですけれども、2024年の1月に少し改良がされてデザインがちょっと変わってます。ヤリスとヤリスクロスがこの時同時に改良されて、ヤリスは結構な改良だったんですけど、ヤリスクロスは基本このイメージ保ったままという状況です。2024年1月に改良された画像は貼っておきますので合わせてご覧ください。今回紹介するヤリスクロスのモデリスタ装着車は、ヤリスクロスの G グレードにですね、モデリスタのアドバンスロバストスタイルというセットを装着させています。はい、こちらフロントスポイラー、サイドスカート、リアスカート、カラードフェンダーの4つがセットになった商品です。こちらフロントスポイラーなんですけれども、見てください、やっぱり白でこうボディ同色で統一されてまして、顔面の迫力が増すかなと思います。で流線形のデザインがかっこいいじゃないでしょうか。私このデザイン大好きですね。いいと思います。でこのまま横行きましょう。このまま見ていっていただくと、こちらカラードフェンダーが装着されています。カラードフェンダーなしのものも選ぶことが可能なんですけれども、まあ、お好みに応じてつけていただけたらなと思います。で見てください、このままホイール見ていただくと分かるんですけれど、こちら19インチのタイヤを履いています。通常のメーカーオプションですと18インチがオプションになっていると思うんですが、モデリスタを選ぶとこの19インチ、低扁平のゴムが薄い、タイヤ選べるんですね。
この1インチでですね、だいぶ見た目の印象が変わります。まあ、この車もともとここのボディのところとかも含めて肉厚なので、このアルミホイールがですね、大きい方がですね、やっぱり迫力が違います。でこれ乗ってみたらですね、意外とこのタイヤによってよりスポーティーになったような感覚もあるんですよ。はい、底辺平になったことによって多分乗り味も多少変わってるんでしょうね。よりスポーティーになったような気がします。はい、でこのまま続いていきまして、ここがサイドスカートですね。はい、こうやって見てみるとこうだいぶ派手ですよね。通常の SUV と比べてみても、やっぱりパーツ装着されてる方が一段階迫力が増すかなと個人的には思います。ぜひこれもフロントスポイラーとセットで付けたいところです。リアの紹介していきます。今流行りの一文字のテールランプが特徴的かと思うんですけれども、モデリスタの用品こちらにも付いています。こちらがリアスカートですね。もともとはもう黒いスカートでこうビュッとここにただの黒の樹脂パーツっていう感じなんですけども、これが付くことによってどうでしょう、また一段派手になるかなと思います。こちらにこうシルバーのこう廃棄されそうなフェイクのなんかこういう穴みたいなのがありますが、こういったところも含めてこのリアスカートをつけることによっておしゃれに仕上がります。でこの上を見ていただくと、これ塗装されたですねルーフスポイラー、こちらもついています。ルーフスポイラー結構かっこよくないですか。で下回りと合わせてこのルーフスポイラーも一緒にセットでつけるとこう一体感増すなと思ってます。じゃあちょっと荷室も見てみましょう。はい、見ていただくとですね、まあ、荷室はこんな感じでですね、まあ、コンパクトカーよりは1段階こう奥行きが広いかなっていう広さを持っています。荷室のサイズは後で数字を貼っておきますのでそちらご覧ください。でこちらに置いてあるのもですねモデリスタの用品でして、こちらはラゲージウッドデッキという、商品名になっています。こんな感じで分割されてますね。なので下に、物を置くこともできますし、片方だけ使って背の高いものを置いてもう片方はウッドデッキ使っているみたいなことも可能です。荷室ガンガン使うっていう方はそのままじゃなくてこういうウッドデッキ一つ使うことによって使い勝手アップするんじゃないかなと思います。寝転んでみた感じちょっと狭いですね。やっぱり足りないんですけど、助手席をですね後ろに下げていただいて、でよいしょ、ここにちょっと空間があるので、ここをなんか段ボールかなんかで埋めていただければ、まあ男性170センチ、まあマックス175くらいまでだったらの方だったら前の席を前に倒した上で、車中泊みたいなことが可能かと思います。いや、なるほど、いいですね。このウッドデッキ使ってあげるとだいぶいい。うん、じゃあ運転席見てみましょう。はい、運転席ですね、SUV らしくですね、視界が着座位置が高くてですね、視界非常にいいです。頭上の空間も高くてですね、この辺りがコンパクトカーとは一味違うところかなと思います。開放感が非常にあって良いです。じゃあ続けて後ろも見ていきたいと思います。よいしょ、今ですねフロントを私のシートポジションに合わせています。この状態で、はい、座り込みました。膝前はですね 1,2,3 個くらい拳が入ります。で運転席の下空間があるので、こうやって足を入れることができるんですね。このなので、足かなり伸ばすことができます。頭上の空間は拳1個2個、あ、拳、私の身長170センチなんですけど、私の身長で1個2個入りますね。はい、だいぶいいんじゃないでしょうか。でですね、はい、一応こちらですね、引くことによってドリンクホルダーなんかも出てきます。なので、後席でも、まあ、ドリンク飲んで長時間の、ドライブ可能なんじゃないでしょうか。はい、後席もコンパクトカーと比べて一回り広くて快適です。はい、今ヤリスクロス 1.5 リッターガソリン走ってます。パワー感は 1.5 リッターにしては十分という感じです。ダイナミックフォースエンジンというですね、高効率なエンジンを搭載しているのでですね、排気量以上にですね、パワー感を感じます。快適性に関してはこの車はですね、19インチのホイールを履いているせいかですね、スポーティーです。クイックで、乗り心地は少し硬くなっているんですが、まあ、あくまでスポーティーって言える範囲内で、乗っている上で不満のない、快適性はある程度しっかりと担保されています。いやでもこの19インチ本当にいいな。なんか本当1段階スポーティーな感じするんですよ。でこのスポーティーさって私にとってはすごく気持ちがいいです。自分の操作に対して車の反応が早い、で硬さも私にとってはちょうどいい硬さ感あります。で見た目もかっこいい、これポイントですよね。 1.5 リッターガソリンと 1.5 リッターハイブリッド、どっちを選べばいいのって迷っている方いると思います。 1.5 リッターハイブリッドはですね、
車両価格が高い代わりに燃費もいいし、アクセルコントロールしやすい、思った通りに車が加速してくれる、自分のアクセル踏んだ時にラグなくモーターが反応してくれてですね、車が速度を上げていってくれるっていう、そういう気持ちよさがあります。なのでハイブリッドっていうのはですね、燃費が良くてアクセルコントロールがしやすくて運転してて気持ちいい、そういうパワートレーンだと。でその代わりちょっと高いですよっていう感じです。ガソリンエンジンの方は、車両価格が安いっていうところが魅力ですし、あとはエンジン車なので自分がアクセルを踏んだ量に対して、車のエンジンの回転数が上がる、そのあたりがですね、自分の思っている感覚と、シンクロしてくれるところが魅力です。はい、実燃費走行して戻ってまいりました。今回ですね、このロケ始まる前も走行して合計 134.6km 走って、実燃費がですね、そう 16.2 でした。いやー、 1.5 リッターのガソリンで考えてみて 16.2、 ガソリンエンジンの車にしてはかなりいいですよね。いや、びっくりです。で、やっぱりヤリスクロスってこのサイズ感、これがもうこのくらいのちょうどいいサイズ感でこの走りっていうところがやっぱり魅力的な一台かなと思います。そこにですね、このモデリスタのパーツです。このやりすぎてないんだけれどもしっかりと主張する感じ、これがですね、ちょっと一味違ったヤリスクロス感が出せてて、私はすごい好きです。やっぱりヤリスクロスっていっぱい売れてて走ってますからね、なんかちょっと人と違ったもの、例えばちょっと色変えてみるとか、皆さん考えつくと思うんですけれども、モデリスタもありなんじゃないでしょうか。特にこの19インチ、かっこいいです。これついて走ってるとこ、皆さんここまで映像で見てると思うんですけど、この19インチ装着して走っていただくと、あ、人とは違うなってヤリスクロスが出せると思います。はい、ここでお知らせがあります。ティントではですね、期間限定で現在キャンペーンを実施しております。はい、こちらにバナーを貼っておきますが、2024年の11月30日までの期間限定のキャンペーンです。詳しくは、ティントのホームページをご覧ください。はい、本動画は以上となります。ヤリスクロスの魅力が皆様に少しでも伝われば幸いです。ティントのチャンネルではこれからも皆様の車選びに役立つ情報を、お伝えしたいと思っております。ぜひチャンネル登録、高評価いただけると幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。